やれやれ何が欲しいのだ。 欲しいのかしら。 止めるんだ。あいつは税金をちょろまかしていたんだぞ。ああ、憲兵団が腐ってることぐらい分かってたでしょ。上官に逆らってもいい意味ないって。みんな美味しい思いをするために憲兵団に入るんじゃない。クソ、やはりこんな腐敗した組織は正さねばならん。 始まった。あんた本当に面白いよ。マルロといれば退屈しないかもね。こんな現状に満足しているやつの気が知れん。ヒッチも何を考えているんだかな。あいつが俺の言うことに耳を傾けてくれないんだ。 協力しようがない。このままではさっきの上官を見失ってしまう。不正の件言い逃れはさせないからな。 エルヴィン、こんな大地までわざわざご苦労なことだな。調査兵団に対する心証を害するわけにはいかないからだ。ああ、今日は若い兵を連れているんだな。ああ、今期の新兵、腕が速いので
会議の初期役として同行させている。こちらは憲兵団のナイルドーク師団長だ。さて、私は残りの用を済ませてくる。君は少し待っていてくれるか。時間があるようなら少し私と話さないか。そうか、ではそうしよう。立場上調査兵団の新兵とは接点がないから興味があってな。エルヴィン、構わないか。ああ、それは問題ないが、頼めるか。さて、話を聞かせてくれるかな。実は前にエルヴィンと話した時にお前のことも少し聞いていたんだ。そういうわけじゃないが、会えば雑談くらいはする。お前には憲兵団と調査兵団はあまり関係が良くないように見えているかもしれんが、活動している場所が壁内か壁外かの違いはあれど、人類を守ることを目的とした組織であることは同じだろう。お前と俺では立場が違うんだ。それでも一兵士としての人類を守るという本分は変わらない。お前もそのことは忘れないでおいてほしい。いいな。俺に任せとけ。倒せるか。
煙の色ってさ、救援要請だよね。
私は。うん、行くわ。やるじゃん。
どの任務を引き受ける？Thank you.
っただけ。いや、何してんのや。無視はできないよな。よし、君のような兵士が調査兵団にいてくれることとても不幸です。なぜどうしたの。地球でしょ。倒してやる。いや、倒せない。行くぞ。オーバーに入りました。いや、ラッシュ。分かったぞ。なんだよ。行くぞ。行方不明なの。そっか、せっかく私が仕事をサボって探してあげてるのに。あいつと同室だから荷物を片付けてくれないと邪魔なの。ヒッチ、お前は。あまり良くないな。税金のちょろまかしを注意した件で呼び出されたところだ。マールロ、だから言ったでしょ。この腐った組織で真っ向から行こうとするといつか潰されちゃうって。うまく立ち回りなよ。だからって
目の前の不正を正させにいることは俺にはできない。イチ、お前ももう少しまともになれ。もうこれだから堅物はねえ。あんたもそう思う？上に立ちたいならもっと要領よくやればいいのに。さすがにそろそろ任務に戻らないと。つまんない話に付き合わせてごめんね。何が欲しいのだ？また来るがいい。らっしゃい。また来てくれよな。使いか、わざわざご苦労だったな。急ぎの要件かもしれんな。早速確認させてもらおう。誰か！ひったくりを捕まえて！師団長、ここは私が。待てー！やれやれ、騒がしくてすまんな。内地とはいえ、ああいうことも起きる。それを取り締まるのが憲兵の仕事だ。兵団の統括や駐屯兵団の監視が主任務だが、消防の指揮統制も我々の管轄だ。ところでお前が持ってきてくれたエルヴィンからの書簡だが、お前に憲兵団の仕事を少し見学させてやってほしいそうだ。エルヴィンの意図はさておき、こちらとしては好都合だ。人手不足は憲兵団も同じなのでな。そうだな、市外の巡回にでも加わってもらうか。やってみるか。いい返事だ。市外の巡回も市民の生活を守るための大切な仕事だ。やってみれば得ることもあるだろう。私の方で手配をしておくから頼んだぞ。どの任務を引く？行くぞ。
になっても忘れるなよ。 助かりました。ありがとうございます。
しよ。オーバーする。喧騒な巨人だ。おっと、当たったぞ。あ、何ができるって言うんだ。
やるじゃん。
け。あれはヤバそうだ。キラさん、お願いします。
状態した。あの煙の色ってさ、救援要請だよね。大物完了しました。おかげで死なずに済んだ。いえいえ、帰って邪魔しちゃったみたいで。ジャンボ、それは救援要請、急行します。ありがとう、助けられちゃったね。いえいえ、帰って邪魔しちゃったみたいで。こっちに強い人たちがいるのかな。そのタツタなら大丈夫だ。分隊長の研究に付き合ってくれ。よし、よく来てくれたな、思うよ。いえいえ、帰って邪魔しちゃったみたいで。Oh, my God.
か巨人の正体にたどり着かねばならない手を煩わせたのは不本意だったね。気にするな、ハンジ。私の腕も捨てたものではないだろう。ランド！あっちに強い巨人がいるのかな。オーバーする、そら狙い止め。思えてきたかも。なんと！
謝します、分隊長。私の危険に気づいてくれたんですね。そうだと思う。別に面白そうなこの気配に釣られてきたとか、まあ、そういうんじゃないぞ。行くぞ。あの巨人、注意が必要だ。エンディング隊長、どうかよろしく頼みます。承知した。珍しいことに任務に1時間も遅刻してるのよ。そっか、
平凡な任務だし一人の方が気楽でいいけど、まさか今度こそ上官に消されたわけじゃないよね。イッチ、遅れてすまない。実は土地を不当に奪おうとした憲兵がいて、何か悪事の証拠をつかめないかと尾行してたんだ。はあ、任務をほったらかすことは問題じゃないわけ？おい、ヒッチ、何を偉そうに。そうだよね。でもマルロ、弁明ぐらいは聞いてあげる。その後でちゃんと私の話も聞きなさいよ。ああ、よし。俺はな、憲兵団をこの腐った組織を改善したい。そのためには姿勢を一つ一つ潰して腐った部分を削いでいく必要がある。だから目の前の不正を見逃すわけにはいかないんだ。新兵のあんたが上官の不正を注意しても通るわけないでしょう。志を実現したいならさっさと上に立つべきじゃない？ならしょぼい悪事なんて見逃して上官に取り入ったら？そうかもしれない。お前が助言してくれたおかげで考えるきっかけになった。いろいろと世話になってしまったな。やはりお前は他の連中とは違うな。憲兵団に来て一緒に組織を正してほしいぐらいだ。ま、とにかくこれでマルロも少しは要領よくやるでしょ。あんたには礼を言っておくね。
戦を完遂するのだ。進め。はい、行きます。倒してやる。もっと慎重に行動しろ。救援要請か。行くぞ。慎重に行動する。どうぞ。救援要請か。行くぞ。
するか。慎重に行動しろ。
切り抜けられそうだ。
意外とやるな。今日は大した事件がなくてよかった。忙しい日は一日中走り回っていることもあるからな。そういえばさ、調査兵団がもっと戦果を上げれば内地の治安も良くなるかもって誰か言ってたけど。やめろよヒッチ、それは何でも他人のせいに従う奴の言い分だろ。ま、それはそうだろうけどね。報告は以上です。ご苦労だった。下がっていいぞ。ああ、お前は残れ。さて、今回お前には憲兵団の巡回任務に加わってもらったわけだが、どうだった？そう思ってもらえたなら嬉しいが、とにかく普段は見られないものを見られたと思う。兵士として見聞を広めることは大切なことだ。それが今回のエルヴィンの狙いだったんだろう。エルヴィンがお前に期待している証拠だな。前にも言ったと思うが、どの兵団であれ兵士は皆壁内の人類を守るために存在している。俺は憲兵団の師団長として人類のためその本分を全うする。それが俺の信念だ。信念は人を強くする。お前も信念を曲げずに生きろ。これからの活躍に期待しているぞ。